It's 6 p.m. Nippon Hoso. The focus. The focus. The focus. Today's straight news.外務省は新型コロナウイルスの肺炎が発生した中国武漢市の感染症危険情報について重要な要件ではない渡航の中止を促すレベル2に引き上げたと発表しました。参議院本会議で今日安倍総理大臣の施政方針演説などに対する各党の代表質問が行われ、安倍総理は桜を見る会をめぐる野党の追及に対し、国会などでの説明に隠し立てや虚偽答弁はないと反論しました。アメリカ議会上院の弾劾裁判、検察官役を務める野党民主党の下院議員団による冒頭陳述が始まりました。ウクライナ疑惑をめぐるトランプ大統領の権力乱用を追及し、罷免を要求しています。 FM 93 AM 1242 In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Matsuyama Nippon Hoso The Focus The Focus The Focus1月23日木曜日、時刻は午後6時を過ぎました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス、この後8時20分までの生放送です。いや、熊谷アナウンサーね、松本さんに代わってしっかりやってたね。頑張ってましたね。室長どうですか？いや、もうバッチリだと思いますよ。よかったで、今日はの冷たい雨の一日でね、雨、今有楽町界隈はね、傘さしている人ほとんどいないんですけれども、寒かったね。今日最高気温どれくらいでした？寒かったですね。7度までしかね、上がりませんでしたね。そうですね、もう朝からじゃあほとんど気温が上がらなかったっていうことですね。でしばらくこの寒い日続くんですかと思いきやですね、明日は今日より5度以上高くなりまして、12度の最高気温予想が出ているんですよね。で、あの今日はね、一方であの第一生命保険がね、あの恒例のサラリーマン川柳の入選作100作品を発表しましてね、あの第一生命本社はあの日本放送の向かいのビルですから、私もあの昼休みにね、あの第一生命の1階のロビーに行ったんですよ。あのその100の川柳がね、名刺じゃない、色紙、はい、色紙の大きさに書かれて貼り出されててさ、で結構その社員の人たちもね、そのパネルを見たりしてるんですよ。で投票用紙とね、投票箱が置いてあってね、気に入った番号を書いてね、で年齢を書いてね、投票することができる。それは森田さんでも誰でもできる、ね、誰でもできるの。であとね、インターネットでも投票ができるんですよ。でその100のね、あの川柳、私ちょっとプリントアウトしたんですけど増山さんなんか気になったのあった？いろいろありますけど、例えば食事取る、今の時代は食事取る、まあ取る両方取るなんですけれども、最初の取るは食べる方で、今の時代はパシャリと取るっていうね。そうか、インスタとか。そうそう、取るは取る、でも時代が変わってる。写真を取る方ね、なるほどね。他にはとかね、これもギガバイト、時給いくらか孫に聞くバイトじゃないですよっていう、アルバイトと間違えちゃうね。そう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 。僕が気になったのはね、もうアラフォー、新卒続かず、まだ若手。それも気になった。でしょ、現状を表してますよね。もう日本放送で言うとさ、飯田アナウンサーみたいなもんだよ、そうそうそう、アラフォーなのにさ、そうなんですよ、まだ若手って言われちゃうね。そう、それとかさ、同じようなんだけど、アレクサは何かの草か、孫に聞きみたいなねもう分からない言葉がどんどん出てくるからね。こういうパターン多いですね、今回ね。そうそう、あとラグビー絡みもね、結構ありましたね。このね、サラリーマン川柳はね、投票が3月16日までで、5月の下旬にベスト10が発表されるということなんですね。さて、今日フォーカスするニュースですが、外務省は新型コロナウイルスの肺炎が発生した中国武漢市の感染症危機情報について、重要な要件ではない渡航の中止を促すレベル2に引き上げたと発表しました。それから国会は安倍総理大臣の施政方針演説などに対する各党の代表質問が参議院本会議でも行われました。そしてアメリカ議会上院の弾劾裁判、
検察官役を務める野党民主党の下院議員団による冒頭陳述が始まりました。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきます。あなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番。ツイッターはハッシュタグはカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見やご感想などお待ちしています。さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。ジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう富坂さんに聞きたいことだらけなんです。ありがとうございます。まず武漢市は当然行ったことあるんでしょ。いやそうですね。まあ、なんか私が行った時はまあ結構貧しいところだったんですけどね、もう今はもうあのすごく発達してね、でもう交通のハブとしてもすごい重要で、もともと湖北省の省都ですから。湖北省の省都、なんか1000万人ぐらい人口がいるんですか。いやそうですね、さらにもうね、あの歴史的に見るとあの中華民国も1回あの政府を置いたという、一瞬ですけどね、あるんですよ。そういう街なんですね。またこの後お詳しくお伺いしていきますが、富坂聡さんのコメンテーターコラム7時10分過ぎにお送りしますが、今日は世界を変える2つの不安、その正体とはと題してお送りします。そして午後8時過ぎからの新コーナー未来への提言は、今日は教育問題、今週教育問題ですが、教育評論家の小木直樹さんに伺います。今日は子どもたちの変化についてフォーカスします。では富坂聡さんとともに取り上げます最初のニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus.News Focus. News Focus. News Focus. 外務省、新型コロナウイルスで中国武漢市の危険レベル引き上げ。外務省は今日、新型コロナウイルスの肺炎が発生した中国武漢市の感染症危険情報について、重要な要件ではない渡航の中止を促すレベル2に引き上げたと発表しました。これまでは4段階の一番下で、渡航に注意を促すレベル1でした。外務省は最新の情報を入手するなど、感染予防に努めるよう呼びかけています。中国政府によりますと、新型コロナウイルスの肺炎の発症者は、全国31の省や自治区、直轄市のうち25で確認され、合わせて571人になりました。で、感染は全土に拡大する恐れが出まして、死者は17人に上っています。死者はいずれも湖北省です。で、湖北省の武漢市当局は、日本時間の今日午前11時から武漢を出発する航空機や列車を停止、地下鉄やバスも停止しております。で、これに伴って全日空は今日夕方の成田発武漢行きの便を欠航、それから武漢との航空便は成田、関空、中部、福岡、この4つの空港で週38往復あるんですが、関西空港では中国の上海吉祥航空も、今日の関西武漢の1往復の欠航を決めております。そして外務省がこの危険情報レベル2に引き上げておりますが、安倍総理大臣は今日午後の衆議院本会議での代表質問で次のように答弁しています。中国からのすべての航空便において機内アナウンスにより体調不良の自己申告を呼びかけるよう各航空会社へ要請すること、検疫における水際対策や国内における検疫体制の強化などを図ることとしています。感染拡大防止に向けて全力を尽くしてまいります。春節に伴う大型連休、明日からということで、武漢市は1000万人を超える住民がいて、日本人も500人ほど住んでいるという状況のようですね、富坂さんね。工場なんかもありますね、日本のね。だから、そういう意味じゃ、この日本とのその、距離っていうのが異様にもう、近くなってますんでね。だから本当に、ただ外務省が言ってるように行かないという意味では、これ行けなくなってますよね。行けなくなってる。もう中国もかなりもうその、武漢というところを、
孤立させるというかね、封じ込める感じにも入ってますんで、まあ、行きにくい場所になるんですけども、春節っていう悪いタイミングでなって重なっちゃってますからね、だから、私はこれ春節明けは結構人数増えるんじゃないかなというふうに思いますね。中国は実は、SARS の時にですね、すごいこう情報を隠したんで、そうですね、それですごいひどいことになっちゃったので、もう同じ鉄は踏まないということでですね、WHO にもすごく早く情報を出してるんですけども、ただね、やはりその中国の人はやっぱり一日休むとですね、すごく生活に支障が出ちゃう人いるんで、調子が悪くてもね我慢しちゃったりとか、働き続けたりとか、会社やったり、あとは例えばその結構軽く見る人が多いので、ちょっと体調が悪くてももう楽しみにしてした旅行だったら行っちゃうとかね。あと病院もですね、なんていうかその体制があるところとないところともはっきりしてるんで、いきなり新しい病気って言ってそこにすぐ対応できるってあんまりないんですよね。だからそういう意味でもそこの体制の問題とか、あとはなんていうんですかね、ここ建物ごと閉鎖されてると困るとかね、そういうのいろんなその事情でなんかちょっと隠したったりするっていうことが多分出てくるんですよね。だからそういう意味ではですね、3日ぐらい前の中国のメディアがね、もし隠してるのが後で分かったら大変なことになるぞって脅し始めてだからやり始めたなと思いましたけどね。で、先ほど入ってきた情報ですと、武漢市で日本人が重い肺炎を発症し入院していると、これは北京の日本大使館の幹部が明らかにしたものです。で、大使館は新型コロナウイルスによる肺炎かどうかなど詳細を確認しているということで、先ほど言ったように武漢市はおよそ500人の日本人在留邦人がいて、日本への航空便も停止の対象ですから、この大型連休でも日本に帰国することもできなくなるということですよね。ありますよね。広がるのを防ぐっていうのがもう今もう本当に喫緊の課題なんで、多少の不便はしょうがないかなというふうに思いますよね。武漢市当局はもう特別な理由がない限り市民は武漢を離れないようにと、こう呼びかけてまして、その公共交通もね、全部ストップしているようですが、運行再開の時期は別途通知するという状況になっているようですね。市内もね、実はほとんども出歩いてないみたいで、そうですか。バスとかもう地下鉄がガラガラ、もうだからね、ちょっとびっくりするような、実は北京で SARS がひどかった時も、街から人が消えましたからね。同じような感じになってるかなって感じしますね。だからこの運行停止にする前から、もう地下鉄なんかはもう人が乗っていないという状況だったんですね。で、日本はこの中国から日本に到着するすべての航空便で検疫を強化するということですが、これからね、日本に多くの中国人が訪れる可能性があるわけですね。そうですね。実際のところはもう多分1週間ぐらい前から来てる、もうちょっと前から来てるかもしれないですね。そういう、人の大移動っていうのはもう始まっちゃってますから。だから、正月が、今日は下でピークですけれども、前後多分1ヶ月ぐらいという感じですね。移動のピークはですね。そうするとなかなか水際で止めるのも難しいということになりますかね。うまく熱が出てたりとか、発見しやすいような状況とかね、自覚があったりっていうことだったらいいですけど、状況も個人によって差があるみたいだし、だから、本当にこれに対処するの難しいかなと思いますね。それから感染源なんですが、中国の専門家チームは市場ね、海鮮市場で売られて、食用として売られていた竹ネズミとか、アナグマとか、こういった野生動物が感染源だった可能性が高いと、こういう見方を示しているようですね。これはね、中国ではもう本当に根強くあるニーズで、もうとにかくもう禁止にして、やめろやめろって言っていて、そして今回もね、環球時報がどでかくね、要するにその自分たちを救うために、これ闇って読むのがよくあるんですけど、野生の矢に味っていうね。そうみたいですね。野生動物を食べるのを闇、こういう習慣があるようですね。そうなんです。それを我々は捨てなきゃいけないってことをバーッとものすごいキャンペーンやってるんですけども、でも実は接待とかでは喜ばれるんですよ。接待でネズミとか？接待で。だからね、実はその、特に、なんつうか、フカヒレとか、そういったアワビとか、そういうものを食べ飽きた官僚には、実は、闇を出して、喜んでもらうっていうのは結構あってね。
まあ、もう虎とかね、うん、もう、あと虎とか、希少動物とかね、ヨスコにしかいない魚とかですね、あの、スナメリとかね、そういうものが、あの、対象になるんですけども、まあ、珍しければ珍しいほどいいんですね。だから、その、まあ、ランクとしては、その、アナグマとかちょっと低いんですけど、うん、だけど、それでも、こう、本来は、あそこの市場に行っちゃダメなものなんですよ。やっぱり野生動物を売るってことはダメなんですか？ダメなんですよ。だからそれを隠してるんだと思うんですね。で、後で多分彼ら大変なことになると思いますけど、あの、入ると、その、事前に言っといたところに入ったよっていう連絡を入れて、特別に連絡して入荷したよと。そうなんですよね。竹ネズミ入ったよとか、はい、アナグマ入ったよなんて連絡するわけだ。うん、そうです。で、私も実はその、専門の野生動物の市場っていうのがあって、取材したことあるんですけど、これがね、3ヶ月ぐらいで場所変えるんで、追っかけていくの大変なんですよ。そうなんですか。まあね、本当にちょっとこう、衛生的に問題があってね、もう匂いすごいですよ。あの動物園なんていう日じゃないですね。あ、そうですか。ね、もう、いや、なんかこの武漢の海鮮市場もなんかクジャクだとか鹿だとかも、うん、その生きたまま売ってるらしいですね。そうなんですよ。本当はダメですけどね。なのに、まあ、なくならないんですよね。だから、まあ、これを機に決別しようっていうキャンペーンをもうガーッと今 やり始めてますね。まあ、だからこのね、どの動物かちょっとなかなか特定できないんでしょうけれども、こういう野生動物を食べる習慣があるというのがね、でだんだんなんかやっぱりその特定はできないけども野生動物じゃないかと広い意味ですね、はいはいはい、というふうなメディアの見解になってきてますね。そうですね。いや、あとはね、日本で核の歌ですけどもね。本当ですね、うん、この時間は外務省新型コロナウイルスで中国武漢市の危険レベル引き上げというニュースについてフォーカスしました。 The Focus。 時刻は6時19分です。ジャーナリストで拓殖大学教授富坂聡さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。国会参議院でも代表質問始まる。参議院本会議で今日、安倍総理大臣の施政方針演説などに対する各党の代表質問が行われ、安倍総理は桜を見る会をめぐる野党の追及に対し、国会などでの説明に隠し立てや虚偽答弁はないと反論しました。この問題について安倍総理は、様々な批判を国民からいただいている。真摯な反省の上に、今後私自身の責任で全般的な見直しを幅広く意見を聞きながら行うと述べました。国会は代表質問2日目、今日から参議院でも審議がスタートしました。まあ、桜を見る会もそうなんですが、立憲民主党の福山幹事長はカジノを含む IR、統合型リゾート施設に絡む汚職事件について、IR 整備の白紙撤回を求めました。福山幹事長と安倍総理大臣のやり取りです。IR の整備については少なくとも、捜査の状況がはっきりするまで、一旦立ち止まって白紙にするべきです。IR はカジノだけではなくて、観光先進国の実現を後押しするものと考えております。基本方針についても、現在、国土交通省において、カジノ管理委員会や国会でのご理論も踏まえつつ、丁寧に策定作業を進めているところです。で、IR 事業をめぐる汚職事件では逮捕された衆議院議員の秋元司容疑者は、IR 担当の内閣府副大臣と国交副大臣を兼務していた2017年12月に、中国の深圳にある500.com の本社を訪れた際、旅費およそ150万円を負担させたなどとして、収賄容疑で東京地検特捜部に再逮捕されています。で、秋元容疑者はこの 500.com の本社訪問後に、マカオに行って火事機能を視察して、で続いて一緒に買い物をしたところ、数十万円の高級ブランド品も渡され受け取ったということも明らかになっています。まあ、秋元容疑者は本当は自分で買おうと思っていたが渡されたという趣旨の説明を弁護人にしておりまして、賄賂とは思っていないと話したというようなことも明らかになってきております。で、この500.com という会社、富坂さんの中国の、国有企業がなんか筆頭株主になっているようですね。はいはい。ただね、
そっちの線の話題が多いんですけども、私ちょっと年末年始向こうに行ってた時にちょっと聞いたんですけども、もともとはねやっぱりその債券の回収ですごくこう有名になったとこみたいですね。そういう会社なんですか。そうそうそう、なんかね、カジノなんかで熱くなった人が、借金しますよね、はいはいはい、それをどうしても回収できないような状態になったのを買い取って現金化することにすごく長けてた、ということですごいその、点で有名なんだよという説明を受けましたね。でね、中でもね、例えばその、偽造の身分証で入ってくる人いるんですよ。それでそれを使って借金をするという人ね、はいはいはい、その人を認定して、もうこの人だというふうに突き止めて、そして回収するっていうことなんで、だからカジノに取るともう例えば1000万円の、借金だと、もうこれアウトですよね、身分を偽ってるわけですから、はい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 、アウト。これを例えば500万円ぐらいで売るんですよ、まあ、もっと安いかもしれないです、で特定して回収すれば500万円の利益なんで、ということですごくそのノウハウがある会社だって言ってましたね。だからまあこれはあとは一般的な話なんですけども、まあ、そういう業者たくさんあるんですよ。そういう中にはね、例えば借金を取り立てるために親族を監禁しちゃったりとかして、ニュースになったりとかそういうのもあるんですよね。だから実はまあなんていうかな、そのカジノは基本的にはそういう熱くなって借金をする人と一体化しないと、一体化するっていうのはおかしいけど、そのつまりそういう人から利益を上げないとなかなか難しいとも言われてるんですよね。まあ、でもカジノ運営そのものに乗り出したいっていうのはあったわけですよね。そうですね。インターネットなんか宝くじだとかあんなのやスポーツくじとかやってた会社みたいですけどね、はい、ただでもね、例えばそのもう日本でカジノやるって言ったらもう中国人がまあ、どっときますよね。そのお客さんになるしかないですよね、まあ、日本人ってもう例えばもうちょっと多分材料が違うんでね、そこに来るの。そしたらそこで借金をしたときに回収するルートがないとね、もうどうしようもないわけですよ。だから借金した中国人の回収、そうですよ、そうですよ。だからそこのところでやっぱりそのいくつか手を借りないとしょうがないっていう状況なんじゃないのっていうふうに踏んで、たくさんの企業が今日本に接触してるんじゃないかなっていうふうに私はもう背景はああいうふうに見ましたけどね。そうするとこういう500.comみたいな会社はたくさん日本にももう手を伸ばしてきていて、実際に多分そういうふうな動かしていく中ではね、それ必要ですよ。例えばね、マカオ行くとすぐ分かると思うんですけど、裏にも質屋さんだらけですよね。そうか、だから本当その IR の建物を作るというような企業じゃなくて、その裏に回るような、会社だということなんですね。そうですそうです。だからそれ本当になんか存在意義を見出すと思いますよ、ある意味でね。しかしそんなのがじゃあ日本に結構来てて、こんな政治家にね金渡してるなんていう。そうですね。でもそれにしてもやり方がちょっと稚拙な気がしましたけど ね、なんかすごく絵に描いたような話なんで、だからこれはなんかその本気で張りたいにしてはちょっと稚拙だなと私は思いましたけどね。この時間は国会での代表質問、特に IR 汚職事件についてフォーカスしました。 JOLN The Focus。時刻は6時30分です。日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。メールいただいてましてね、板橋区の正文さん、ネズミやトラを食べるんですか、すごいですね、お値段も高いんでしょうかって来てますけど、トラは高いですよね。トラは高いだろうね。まあ、トラね、昔どっかの動物園で餓死したことあるんですよね。餓死っておかしいんじゃないのって言ってたんですけど、多分追っていくと横流ししたんですよね。だから、まあ、売られちゃってるんだ多分ね。だからそういうニュースが あったこともありましたよ。だからまあいろんなもの食べますからね。だから珍しいものあれ食べてみたいというと注文出したりすると思います。でお値段はじゃあピンキリということのようですね。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。FM93 AM1242 In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Nippon Hoso, The Focus.
時刻は6時38分です。今日1日のニュースをググッとフォーカス、 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス、ウイルスソフトの欠陥悪用、三菱電機のサイバー攻撃。三菱電機へのサイバー攻撃は、三菱電機のパソコンに導入されていたウイルス対策ソフト、ウイルスバスターの法人向け製品にあったセキュリティ上の欠陥が悪用されていたことが、昨日関係者への取材で明らかになりました。関係者によりますと、中国国内にある子会社でウイルス感染があったのは去年より前とみられ、ハッカーはこれを足がかりに日本にある本社に侵入したということです。三菱電機は今週、大規模なサイバー攻撃で、従業員や退職者、それから採用応募者の最大合わせて8122人分の個人情報、それから取引先の政府機関や民間企業に関する資料ややり取りなどの機密が流出した恐れがあると発表していました。ただ防衛や電力、鉄道などの一層機密性の高い情報だとか、取引先の重要な情報は流出していないということが確認されております。で、今回のサイバー攻撃では、三菱電機のパソコンに導入されていたトレンドマイクロ社のウイルス対策ソフト、ウイルスバスターの法人向け製品のお腹に入っているセキュリティ上の欠陥が悪用されていたということが関係者への取材で分かっております。トレンドマイクロは去年の4月に、この欠陥については注意喚起をしていたんですが、三菱電機が攻撃を受けたのはこれより以前だったというふうに見られておりますが、三菱電機広報部は当社が使用しているセキュリティ製品が何であるかは答えられないと、このようにコメントをしております。で、富坂さんに聞きたいのは、この攻撃をしてきた集団ですね、中国系のハッカー集団 TIC という組織が関わったんではないかというふうに言われているわけですよね。これまでその彼らの名前が挙がったのは、主に製造業ですよね、台湾とか日本とか、そういったところで、産業情報を取って狙ったんじゃないかというふうに言われている。あんまりよくは もちろん分かってないんですけどね。やっぱりこの、サイバー攻撃っていうのは、多分その安全保障の分野から、非常に低いレベルのものまでたくさんあると思うんですよね。で、中国はですね、民間も結構活発ですよね。私、記憶もよくしてるのは、やっぱりその反日の、花盛りの頃にね、靖国神社に対してすごい攻撃が、もうその頃すでにできたんですよ。2004年ぐらいだったかな。そうなんですか。そうなんですよ。で、その時ちょっと、パソコンと中国人っていうのが、あんまりね、深く結びついてるって感じしなかったのに、ドワーッとものすごい大量にできたりしたんですよね。だから、なるほど、相性がいいんだなというふうに思ったんですけども、実はその、ハッカーのあれはすごく相性が良かったんですよね。で、だから民間でもそういうのものすごい一生懸命やる人がいっぱいいてね。で、彼らを育てたのは実はちょっと台湾なんですよ。あ、そうなんですか。っていうのはね、中台は対立してるところがあるじゃないですか。そこの中で、圧倒的に強かったのが台湾のサイバー攻撃なんですよ。はあ。で、それを中国側にやっている時に逆に鍛えちゃったんですよね。はあ、そうなんですか。そうなんですよ。それに対抗するためにすごいこう、やったというのが実はその歴史的な経緯としてありますよね。台湾の方がもともとはこういうサイバーの攻撃みたいなものは強かったわけなんですね。そうですね。で、さらに、やっぱり中国って実は あらゆる駅にですね、喫茶店はなくても必ずネットカフェがあるんですよ。はあ。もうそこ行くと中毒のようにみんなやってますんでね。だからそういう力がこう結構ベースになっていて、でさらに今国としてね、実は安全保障上はこの3つの空間を支配するっていうのはすごい重要になってきていて、で、その1がサイバーで、宇宙で、
深海の海洋なんですよ。ああ、深海ね。だからこの3つについてはもう必死に今やってるんですけども、まあだからそういうその土壌があるんでね、まあ、非常にその技術も上がってきてるということがあってね、まあ、こういうふうに分かるっていうのはですね、逆に言うとちょっと。まあ、私はレベルは低いんじゃないかなというふうに思ってますけどね。だからある意味でこの安全保障の方の話ではないかなというふうに、見てますね。これ売れたりするんじゃないですか、こういう情報を取ったりするとね。それかもしくはこう試してる。大体なんかサイバー攻撃って結構多いのはその防御の力を見るっていうね。だからそういうことをやってるのかなとも思いますよね。なんか中国の、ね、子会社にまずなんか成りすましてメールを送ってきたりして、そして最終的にこの日本の、ね、本社の方のネットワークに入り込むみたいな形でしたよね、今回はね。だからまあ例えばもう何年も前にね、アメリカがイラン、アメリカがとは認めてはいないですけども、イランに仕掛けたようなあれなんていうのは、はいはい、ネットワークにつないでない状態で入り込んだりするのが、今のもうそのレベルですからね、サイバー攻撃っていうのは、ネットにつないでないところに攻撃できたりするんでね、だからそれはもう何年も前の話ですから、だからこういう分かりやすい感じでは、まあ多分今ないだろうなと思います、最前線はですね。もう最前線は、例えばそのサイバー攻撃をこの軍でやっているような部分、安全保障上のというところはもうそれこそ、例えば鉄道だとか電力とか通信といったこういう重要インフラに攻撃を仕掛けるなんていうのはたやすく中国ができるようなレベルになってるんですか？もちろんですよ。だからそれは米中ロはかなり高いレベルにあるし、まあ、例えばそのイスラエルとかね、まあ、そういうところはもう特化しているところがありますし、だから北朝鮮なんかもすごいレベル高いって言われますよね。一つはなんかなんですかね、根っこが違うってよく言われるんですけどね、大抵のものはなんか一つのこう幹から派生してる感じなんですけど、その幹がそもそも違うというふうなことも言われますんでね。まあ、このサイバーはね、目に見えないから、我々なんか日本人からするとどういうふうに攻撃されてるんだかね、よく分からなくて、で国もね、まあ、今年なんかそれこそオリンピックもあるのに、きちんとこういうセキュリティ対策できてるのかなってちょっと不安にはなるんですよね。そうですね。だから、その安全保障の面で言うと、サイバーだけで戦争終わっちゃいますんでね、下手すると。やる前に終わるっていうこと、やる前に、終わるっていうのが、この、まあ、極端なことを言えばね、そういう状況になってもおかしくないっていうのがサイバーの。もうミサイルを発射させようと思ったら、それもさせないようなことをサイバーで仕掛けてしまうと。そうですね。だからもう、通信を、その、奪われた状態で戦っても勝てませんので、だからそこが攻撃されて、そこがもう機能しないとなったら、もう戦争してもしょうがないんで終わるっていうね。だから、サイバー攻撃ってのは非常に重要で、まあ、よく言われることで言うと、例えばその筋肉をガリガリに鍛えた大男の目だけ潰しちゃうみたいな話なんですよ。だから目だけ潰れたらもう戦えないですよね、いくら体鍛えても。なるほど。だからそういうような話ですよね。そういうような話です。例えで言うとということなんですね。そうね。いや、しかしこういうハッカー集団みたいなのは中国系で、じゃあたくさん、これもそれはすごい、無数にあるやってると思いますね。だからもう、で特にこうミサイル飛ばして相手の防御の力を見るっていうことできないですよね、はいはいはい、だけどサイバーはできるんで、だからそういうことをすごく活発にできるっていう、まあ、不思議な空間になってますよね今はね。確かにね、いやだから日本もなんか結構のんびりしてる間に情報を捉えちゃったりなんかしてる可能性は ね、たくさんあるかもしれません ね。だから氷山の一角という可能性も十分にあるんですね。氷山の一角ですね、やっぱりね。この時間はウイルソフトの欠陥悪用、三菱電機のサイバー攻撃というニュースについてフォーカスしました。お送りしていますザ・フォーカス、この後はホロヨイイブニングトークをお届けします。時刻は6時55分です。日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。新型コロナウイルスの、ね、感染ですけれども、野生動物が感染源ではないかということでメールもいただいておりまして、101回目のぎっくり腰さん、44歳の、ね、小平市の方、野生動物がウイルスの発生源とは、まあ、身近な存在だし怖いですね。住んでる周りでも野生のタヌキやハクビシンを見かけますが、
SARS の時はウイルスの発生源は当初ハクビシンと考えられていましたがコウモリだったので安心しましたが、コウモリだって夜に飛んでますからねといただいてるんですね。SARS はね、実はあの最終的にはまだ本当に確定はしてないんですよね。してないんですよ。だから結構やっぱ謎のまだ多いものなんですよね、うん、でも多分まあ間違いなくのは野生動物だというふうに思いますね。だからあの今回も含めてね、やっぱりこう変な接触の仕方がやっぱりまずいですよね。さすがにコウモリは食べないんですか？食べます。あ、コウモリも食べない食べます。そんなにこうなんか貴重でない感じで食べますよ。だからその闇って言った時にちょっと下の方に来る感じじゃないですか。もっとね、なんか珍しいものいっぱいありますからね。なんか武漢市の、ね、海鮮市場ではね、竹ネズミはね1匹85円だって1300円ぐらいだって。ちょっと安いですね。安い。鹿はね1頭6000円だって。まあどれくらい？鹿の方がもう10万円ぐらいですね。やっぱり鹿の方がね、ことのようでございます。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。It's 7 p.m. Nippon Hoso's network brings you the focus. The focus. Today's straight news.2020年1月23日木曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしていきます。今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。こんばんは。こんばんは。新型コロナウイルスによる肺炎ね、野生動物が感染源の可能性が高いということの6時台からお伝えしているんですが、たくさんメールいただいてましてね。川越市のキャンさん、コロナウイルスのニュースで、中国のスーパーの映像がニュースで出ていました。その時現地では素手で生肉を掴んで売り買いしていました。これは中国全土でこうなんでしょうか、たまたま1店舗だけなんでしょうかといただいてますね。生肉を素手で掴んで売り買いするというような、習慣というかね、それをなんかすごい特別なことだと思って見たこともないんですけども、なんか素手で掴んでたような気がしますよ、いろんなところで。特にスーパーとは言わず、その市場なんかでは普通にそうやってやってたんじゃないかなと思いますけどね。あとはね、ツイッターでラジオネームケザジさん、中国では空を飛ぶもので食べないのは飛行機だけとも言われてますね。よくね、広東省のことを言うときにそういうことを言うんですけどね。カワウなんかはね、普通になんか普通に川にいる鳥なんかは、文化大革命の時の懐かしんだレストランとかあるんですよ。そういうところで私も実は食べました。だから飛んでるものと言わず、こう、食べられるものは結構食べるんじゃないですかね。ということですか。ではこの時間までに入っているニュースをまとめてお送りいたします。報道部の渡辺デスクです。以上この時間のニュースでした。はい、ご苦労様でした。報道部渡辺和弘デスクでした。この新型コロナウイルスによる肺炎、イギリスの大学の研究チームは4000人程度が発症している可能性があるという指摘をしているということですが、メールもいただいてまして、江戸川区の久信さん、58歳の方から、富坂さんに聞きたいです。今回のコロナウイルスでの中国側の発表をそのまま信じて大丈夫ですか？感染者や死亡者の数の数字は過小にしていませんか？いや、これはね、過小にしても中国に得はないと思いますので、信じていいと思うんですけども、ただそのイギリス側との数字の違いが出てるのは、これは結局このぐらいの人が感染しててもおかしくないんじゃないのということで、中国側が発表しているのは確かにもう発症したという人の数字なんですよね。だからそこに乖離ができるのは当然の話 で、私は実は、イギリス側の数字も本当に全然違和感がないです。だから多分もう、対応して確認していったらそういう風になっていくんじゃないかなということですよね。だから確定したものと予測される、もう本当にしてるっていうものですから、どちらの数字にもそんなに違いはないというふうに見ていいと思いますよ。
まあ、おっしゃってるように、そうするとこの春節のこの休み明けにどうっとこの感染者が、はい、もっと増えてくる可能性が高いですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールでお寄せくださる方はアルファベット小文字で FOCUS FOCUS @1242.com、ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。ご意見ご感想などをお待ちしています。 Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus. Koji Morita.さやか増山 The Focus。 時刻は7時17分になりました。日本放送キーステーションに生放送、一日のニュースにググッとフォーカスしていく The Focus。 この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテータージャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんのコラムはこちら。世界を変える2つの不安、その正体とは。世界を変える2つの不安というね、まあ、穏やかではないタイトルなんですが、富坂さんは今年2020年、ある2つの要素が世界を変えてしまう可能性があると、こう考えているということですね。そうなんですよ。まずじゃあ1つ目の方から伺っていきましょうか。はい、まず1つはですね、うん、アメリカなんですけども、アメリカがあるまあ、ものを手に入れた。まあまあ、手に入れたというかね、実はこう、純、エネルギーの純輸出国になったと。はいはいはい、はい。ということでね、これが67年ぶりなんですけども、いわゆるもう、そうなってくると、実はこう、エネルギーを確保するためにまでやってたことが、はいはいはい、逆にエネルギー売り方になるんで、全然、要するに世界を見る目が変わって、できたということですね。それが本当に大きな、もうこのきっかけはシェールガスなんですけども、シェールガス、シェールオイル、それをね、はい、もうあの技術的にクリアしたんで、まあ、市場に出していくということになると、例えばサウジアラビアもいらないね、はい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 、とかね、あの中東にものすごいコミットしてたのはこれ実はもういらないね、逆に売り先が欲しいねということになってくるわけですよね。はいはい、だから、考え方やなんかが全部変わってくる、ね、その変化というのが実は、まあ、昨年ぐらいのアメリカの動きの中の結構大きなものを説明できるんじゃないかなと思いますね。シェールの、ね、採掘は結構技術的に難しいと言われていたのが、まあ、だいぶあれですか、じゃあコストもかからずにできるようになってきたってことですか。もう完全にそういうことですよね。だから、まあ、この状態が今いつまで続くのかということなんですけども、はい、まあ、多分その言われているのは2050年ぐらいまでは続くんじゃないかということですね。2050年ぐらいまで、はい、だから、そういうふうになってくると、もう当面はそういう、なんていうか、その、遠慮しなくてもよくなりますよね。いろんな意味でね。で、例えば今、ヨーロッパに対しても今、制裁を加えてるわけですけど、はい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 、で、例えばドイツなんかすごいターゲットにやり始めているんですけども、その裏側にあるのは、一緒に、ノルドストリームって言ってね、ロシアから、天然ガスのパイプラインを引いてるわけですよね。はい、それやめろっていうことですよね。ああ、ドイツに対してね。そう。なんでそんなもん買うんだ。はいはいはい、はい。いうことですね。うちからと。ああ。いうことが結構背景にあるわけですよね。だからそれは、いろんな意味で、なんていうかね、ヨーロッパとの関係を、距離を遠くしてるわけですよね。で、そのうちより日本にも、あれですかね、シェールについては、日本にも輸出 していくぞというふうになってくるんですよね。いうことだと思いますよ。まあ、日本は確かにね、原油はもう9割ぐらいが中東に依存してるわけですから、そこのリスクを回避するためには、アメリカのシェールを輸入するというのは、まあ、一つ方法ではあるでしょうね。ありますよね。で、しかもそれはまた中国にもありますし、ですから中国にもエネルギー買えということはすごく言ってますよ。あ、言ってるんですか、もちろん実際。だから、これが、変えていきますですよ。で、もうそれ、ロシアとの、関係はものすごく、中国は、この
パイプラインを敷いてますからもう。そうですよね、中ロのパイプラインというのはね。そうで、昨年もね、はいはい、新しいのを開けて、なんかすごい、あの2人揃ってこう大きな式典やってましたけど、だからそういうふうな関係で、つながってる。だけどそこにこう多分アメリカは割り込んでくると。はだから、まあ、実は要するにその第二次世界大戦前後から、うん、イノベーションというのはほとんど石油から生まれてるんですよね。時間を短縮するかこの石油を使ってっていうことなんで、だから、まあ、アメリカのテレビ見てるともう中東のニュースばっかりやってますよね。ああ、確かにそうですね。これはどういうことかって、ま、あの本当はまあ日本もそうであるべきかもしれないんだけど、やらないのは結局はその彼らがどれだけそれを重視してたかってことなんですよね。うん、だからそれがむしろお荷物になってくるわけですよ。今度はむしろライバルになってくるんで。あ、だからあの例えばサウジアラビア今あのロシアからあの兵器買ったり、ちょっと前では考えられないような動きをしてったりとか。あ、確かにね。だからあのそういうことがどん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 変わってきて、世界の一つのなんかあれを塗り替えていく。だからこの動きをね、一つ一つのピースがどん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 と動いていってる一つの大きな要素なんですよということなんですよね。このアメリカがこうやってエネルギー大国になってくると、そうすると中東との関係もバランスが崩れてきて、はい、そして今度中東のサウジなんかがアメリカとの同盟国なのにロシアの方になびいてしまう、ちょっと寄ったりとかね。だから、まあ、本当になんかこれっていうのは考え方を変えていくすごく大きな、うん、あのきっかけになるんでね、うん、だから、意外にあの見落とされてるんだけど、うん、これが世界を今ゆっくり変えてますよということはですね、見とかなきゃいけないことだな。中国は相変わらずこの資源っていうのがあまり出ないんですか。あ、中国はですね、もうどんどん落ちてるんですよ。は、まあ、あの昔あのなんとかあの死守ラインとして 61%、あの国産とか言ってたんですけど、まあ、例えばもう体系なんかもう水入れてね、バンバンこう水圧で出してはで上げてから分離してて、そういうことやってるの。これはまあ要するにあの純輸入国で、まあ、100% の輸入国になると、うん、あのすごくこう問題があるんでね、うん、あの無理無理やってる感じで、いるんですけども、まあ、あの資源のない国ですね。そういうあのエネルギーのない国ですね。そうするともね、アメリカをもうじゃあ売りつけに行くわけだ。そうですね、よく消費しますしね。だから、まあ、確かにね、そうか。じゃあこのエネルギーの事情というのがこの世界を変える2つの不安のうちの1つ、これによって世界情勢が変わってくる可能性がある、変わってくるってことですね。もう1つは何ですか。これはですね、INF ですよね。INF、これ中距離、核ミサイルのね、うん、あの米ロのものでね、アメリカとロシアの中距離、ミサイルを制限するというものだったわけですけども、うん、これが、まあ、死んじゃったわけですよね、昨年ね。もともとはアメリカと旧ソ連でしたっけね、うん、1988年にあの INF と中距離核戦力廃棄条約というのが、発行されてたんですが、去年の8月でしたかね、あの全部執行したんですよね、ね、なりましたね、これはね、あのロシアがいわゆる中距離核ミサイルの実験してんじゃないよという疑惑をオバマ政権ぐらいの時から持って、はい、うるさく言ってきて、やめろやめろって、でトランプ政権になってもそれ引き継がれてやめろ、まあ、やめないよということでですね、これは中距離ミサイルじゃないんだという説明をして、なんかまあ仲違いをして、あのやめたということになっていくんですけど、実は出来レースだったというふうに見てるんですよ、結構周辺は。そうなんですか。どういうことかというと、つまり米ロの間だけで中距離かミサイルのその足かせを持っていると、うん、他の国が自由に中距離ミサイルの技術を高めちゃうと、俺たちだけ損してんじゃないのということで、実はそのこれはもう米ロは実は同じような不満を持っていて、これ演出して取っ払ったんじゃないのと。で、まあそのうちの結構大半のは中国向いてるんですよ。ああ、なるほど。で、中国は実は中距離ミサイル大国になってるんで。だから要するにこう中国に入れ入れって言ったんですけど、まあ、中国はそれ嫌がるんで、嫌がるから、だからもう、うん、それならばってことで、まあ、もう出来レースで取っ払ったんじゃないかなっていうのは結構当たってるかなというふうに私は見てますね。そうか。じゃあ中国に対する、まあ、シフトという形でこれを廃棄しちゃおうと、そうですね、いうことだったと考えられるわけですね。そうです、そうです。で、まあ、それで何が危ないかというと、うん、つまり迎撃ミサイルが無用になっちゃう可能性があるわけですよね。おで中距離ですから、うん、
すごく届くまでに時間早いわけですよね、はい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 、そうすると迎撃してるとかね、迎撃してる間がない、間がないわけですよね、でそれをヨーロッパなんかで向き合うということになると、ものすごい近いとこから撃つわけですから、もういわゆるその戦争のあれが距離がギュッと縮まるわけです。だからこれが昔要するにヨーロッパをすごく不安にさせてた、それで要するに INF ができたことでのんびりしてたわけですね。それをまた元の状況に戻すんで怖いねということなんですけど、さらにちょっと問題は、まあ、実は要するにそのカリーニングラードとかね、が要するにロシアが置くあれで、まあこちら側はこちら側っていうのおかしいけど、いわゆるそのアメリカの方はポーランドルーマニアに置くわけですよ。そうですね、ものすごい近いですよね、でそこでまあ向き合うんですけど、アジアどうなるのかっていうことなんです、ね、ああそうか、そこの不安がね、うん、高まってくるということなんですね。消去法であるとね、日本になる可能性が高いです。だから要するにこれも他人事じゃないことが今、起きてるよっていうことなんですよね。それが2つ目の不安ということですね。ということです、まあ、エネルギーとこの INF 条約の破棄、この2つが世界を大きく変えるんではないかということですね。コメンテーターコラム、今日は富坂聡さんに世界を変える2つの不安、その正体とはというテーマでお話ししていただきました。日本放送 NET brings you the focus。時刻は7時28分、まもなく29分になるところです。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。この時間で一部の地域の方とはお別れです。その他の放送局をお聞きの方は、女神たちのオリンピックをお送りします。そしてその後もコメンテーター富坂聡さんと8時20分までお届けします。コロナウイルスね、メールいただいてまして、新宿区の亀野あゆみさん。新型コロナウイルスの肺炎、いたずらに怖がる気はありませんが、いつも以上にうがいや手洗いを励行しています。免疫力アップを期待できる食事など、ネギとかニラとかニンニク、生姜などにも気を使っています。もちろんマスクも手放せませんということでね、まあ、あんまりねいたずらに確かに怖がる必要はないんですけれどもね、うがいとか手洗いとかそういう方はしっかりしておいた方がいいんでしょうね。いや重要ですよ ね。私もだからもう新幹線のところに乗るとかやっぱり拭きますからね。そうか、まずね衛生面をしっかりということですね。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。日本放送 Network brings you the focus。This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The Focus. 時刻は7時38分です。ジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている The Focus。この時間のニュースフォーカスはこちら。News Focus。アメリカ上院弾劾裁判の冒頭陳述開始。野党大統領の罷免要求。アメリカ議会上院の弾劾裁判で22日検察官役を務める野党民主党の下院議員団による冒頭陳述が始まりました。ウクライナ疑惑をめぐるトランプ大統領の権力乱用を追及し罷免を要求しています。検察官役の冒頭陳述は3日間行われ、25日からは弁護団側の冒頭陳述が3日間実施されます。弾劾裁判は検察官役の民主党による冒頭陳述が始まりまして、主任検事役のシフ下院情報特別委員長は、ロシアと対立するウクライナへの軍事支援の見返りにトランプ大統領が相手民主党バイデン前副大統領周辺の調査を要求したと指摘しまして、政府高官の発言を証拠として映像で示しました。でその上で、罷免しなければ選挙戦で優位に立つため地位を利用し続けるだろうと、まあ、このように訴えたということです。で、まあ、裁判は民主党が要求している
ボルトン前大統領補佐官、国家安全保障問題担当だったこのボルトンさんの証人尋問が実現するかどうかが焦点ということで、まあ、民主党の冒頭陳述の後に今度は25日から、トランプ大統領の弁護側の冒頭陳述を3日間行うんですが、陪審員役の上院議員の質疑を経てこの証人尋問は採決で決めるという形になります。まあ、富坂さん、いよいよね、弾劾裁判始まりました。はい、本当ですね。落ち込みの見てると本当にやっぱり、アメリカはやっぱりこう身内の喧嘩が一番好きだなというふうに思いますよね。やっぱりね、中国と戦ってるったって、はい、やっぱりね、二の次三の次でやっぱりアメリカはアメリカ国内で評価されるってことは最大の幸せなんで、やっぱりチャンピオンのだけのことあってね、まあ、外のことよりもやっぱりこの戦いっていうのが一番こう、なんていうかね、だけど、まあ、昔はなんていうか、もう戦い終わったらもうこれでちょっとその一つに一本にまとまっていくっていうのがありましたけども、今ね、もう別れてばっかり、かですよね、だから、ね、結構ね、このなんか深刻さが最近入ってきてるんで、ちょっと心配ですよね。まあ、ましてね、今年は大統領選挙ですから。そうですね。そのボルトンさんの証人尋問については、まあ、共和党は、まあ、基本的には反対なんですけれども、トランプ大統領に批判的なのロムニーさんというね、重鎮なんかがもしかすると、証人尋問に賛成に回るんじゃないかと言われてまして、ロイター通信の最新の世論調査だと、この証人尋問については、72% が認めるべきだという回答をしておりまして、まあ、これだから大統領選挙があるんで、この世論というのをね、相当意識してると思うんですよね。そうですよね。だからまあそこで、本当に、まあ、その下手なことをやるとね、これは結構大きな、マイナスになると思いますんでね。だからすごくこう、一日中やってますよね、アメリカのニュースね。一日中やってます、これね。で、トランプ大統領はこのボルトンさんの証人尋問については、まあ、安全保障に関わる機密情報を知っている人物だということで、もし証人尋問の実施が決まった場合でも、大統領特権を理由に反対するというね、まあ、そんなことも示唆していると。いうことで、まあ、波乱含みのこの弾劾裁判ということになるわけですよね。 本当にそうですよね。で、一方でなんかトランプ大統領の、ね、支持率を見ますと、最新の支持率は相変わらず 44% ですから、堅調に推移してるんですよね。いや、だから気づかないですね、コアな、もう何があっても俺はトランプなんだということで、ちょっとだからそれは割れてるということですよね。本当アメリカ割っちゃう話ですよね。で、民主党の方はまだ候補者もね、一本ができない中、まあ、この弾劾裁判やりながらもう予備選なんかも始まってしまうということで、トランプ再選の方がなんか有利ですね。なんかこう推進力ありますよね。弾劾裁判のニュースでございます。アメリカ上院弾劾裁判の冒頭陳述開始、野党大統領の罷免要求というニュースについてこの時間フォーカスしました。お送りしていますザ・フォーカス、この後は岸明日香のワンダフルをお送りします。時刻は7時55分です。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。先ほどコメンテーターコラムではね、世界を変える2つの不安ということでお話ししていただきましたが、メールいただいてましてね、ラジオネーム愛媛の福さん、アメリカが中東への依存をしなくても良くなったということは、東アジアに力点を置いてほしいと考えているであろう日本にとってメリットと考えてよろしいのでしょうかというふうにいただいてるんですね。これはですね、単純にそうは言えないと思いますね。だからその火種ができちゃう可能性があるんで、だからまあいろんなところがその仲間だったところがライバルになるっていうことで変わっていきますんで、だからそのいろんなところで火種が起きる、だからそのそういうふうに考えていくと日本にもその火種が飛んでくるっていうことも考えられるし、まあ逆に言うともう一つ言ったその INF の方はね、日本が要するにもっと主役になってその最前線になっていく、まあ中距離ミサイルの配備先として、ね、が日本に なるということになるともっとそうなんで、この2つの変化はですね、そんなにいいことではないかなっていう気がしますね。そうか、じゃあアメリカはこのエネルギーで中東からちょっと引き気味になってしまうと、中東でさまざまな紛争が起きる可能性が出てきてしまうと。そうですね。そうするとまあ東アジアに力点を置く方にもアメリカはならない可能性があると。そうですね。いうことなんですね。
それから、ね、横浜市の胃カメラの男さんね、うん、富坂さんのおっしゃる不安の一つ、アメリカがエネルギーを売る側に回る現実、まあ、要するにアメリカは自分のことしか考えておらず、その危険な考えが世界の平準を崩しているということですね、まあ、まさにトランプの振る舞いそのものです。日本もエネルギーを持たない国として対岸の火事ではないですというふうにいただいてるんですけどね、うん、いやそうですね、うん、だからなんかまあやっぱりその、うん、世界のリーダーとしての、はい、まあ、ある意味少しそのおおらかなところありましたよね、アメリカは。そこの部分がなくなって、もう少しそのなんかあのむき出しな感じでギスギスしてきてるって感じはやっぱり受けますもんね。まあ、だから世界の警察を標榜していたのをそれを引っ込めて、まさにアメリカファーストになっていて、自国中心になっていくというのがますます強まるということですかね。そうですね。だからまあ世界のルール作ってるっていうのに加えて、やっぱりそのドル決済とかね、ドルのあれとか、はいはい、まあ、やっぱりアメリカが持ってるシステムっていうのは大きいので、それやっぱりなんていうか、あの一国だけのことを考えてシステムを動かし始めたら、それはちょっとおかしなことになりますよね。だから、まあ、そういう意味でもやっぱりこう少しちょっとドンとしてほしいなというふうに思うし、まあ、この世界のこうなんか、まあ、あのなんていうか、あの、まあ、大きなものをあのパワーシフトしていくっていうことでもね、やはりそれは変わってもいいけども、例えばもうあの中東に対しても急にこう冷たくなったりとか、そういう変化はあんま起こさない方がいいなと思いますよね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れです。 It's 8 p.m.日本放送ネットワーク brings you the focus. The focus. 2020年1月23日木曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。引き続きよろしくお願いします。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス、今週からこの時間はこちらの特集企画をお届けしています。未来への提言。現代日本が抱えるさまざまな問題に関して各界の有識者に提言を伺っているこのコーナー、今週は臨床教育研究所にじの所長で教育評論家の小木ママこと小木直樹さんの未来への提言です。最終日の今日は令和の子どもたちとの付き合い方です。最近の子どもたちは昔の子どもと比べて何が一番違うんでしょうか。最大のと今日はですね、情報化の進行の中でもう情報を獲得する力は大人以上にあると。それから発信力もですね、 YouTube とかよく子どもたち何になりたいのって言うと YouTuber っていう子が多いんですけどもね、そういうあの情報の受信と発信能力は親以上に非常に優れています。それから僕たちをあの大人から見るとあのスマホとかそちらの YouTube の世界っていうのはこれはもうバーチャルに見えるわけですよ。偽物もあるし、作られてるもんだっていう認識で見てるんですけれども、あるいは楽しんだりしてるんですけども、子供たちにとっては、このバーチャルなはずの世界が、もうリアリティのある、実生活以上にリアリティのある世界なんですね。だから、やっぱりこのバーチャルの世界でいじめなんかも発生して、そして現実の明くる日の学校の教室風景の中にそれが表現されてくると。いうので、僕らの感覚とはまるで逆です。ところが、そういう中ですごいいいことがあるんですね。それは、そういう中で感覚が磨かれていて、感覚がグローバルになってますから、何も日本だけではなくて、非常にグローバルになってますから、最近は例えばアスリートの方なんかもですね、そんなちゃんとした指導者についてない子でも、いきなり大会で優勝したりとかですね、そういうようなこと珍しくないんですよ。地方のブロック大会の優勝者なんかは、コーチにもついていなかったと。で、選手は何かって言ったら、スマホの中のアメリカのチャンピオンのその投球なんかを真似していたとかね。そんなんで非常に
可能性がグローバルな中で子どもたちに今成長しているっていうこと。まあお聞きいただいたように今の子どもたちはもうバーチャルがリアルの世界を超えているという特徴があると。で、一方で感覚がグローバルになっている面もあるということなんですね。まあこういう特徴を持つ子どもたちと果たしてどうやって付き合っていくべきだとお考えなんでしょうか。子どもたちの意見を聞いたり、子どもを参加してもらって学校を運営していくとか、あるいは地域づくりとかお祭りやるとか、地域で機能改築をするっていうのに地域の中学生のそのデザインなんかをですね、設計図なんか募集したりするとすごいのを出してくるんですね。大人と子供がパートナーシップを組んでこれからの令和の時代を作り上げるんだと、非常に豪雨の災害とかですね、地球の温暖化の問題っていろんなもう先行きが不透明な答えが見出せないような課題がいくつもありますけども、これもやっぱり子どもたちと知恵を合わせて地球を守っていくんだっていう、そういう構えが僕はすごく大事だと思います。そして親の方はですね、いつもこれまでは親の権威の方が高かったんですが、こういう情報化時代になると親の方が低いんですよ。逆転してるんです、立場が。その中では子どもたちはなかなか言うことも聞きません。だから昔だったら言うこと聞きなさいっていうので幼児からですね、お尻ペンペンやったりとか、ペナルティでちょっと、玄関の外にね、2、30本出しておくとか、いうことをやってましたけども、これは今、親の虐待とか、こういう体罰は禁止というのは法律になって、施行されますので、これもできないと。いう中で、親が指導力をなくしたんではなくて、それは子供と一緒に作り上げるという、家庭生活も学校も地域も、日本世界も、同じに子どもたちの力を借りながら展望を切り開いていくということが大事かなと思います。いやまあね、親の地位の方がもう情報力なんかだともう下がってくると、もう富坂さんもね3人のお子さんのパパですからよくわかるんじゃないですか。本当にその通りだと思いますよね。それにやっぱり例えばなんかファンビンビンさんの問題が出た時にね、ファンビンビンさんっていうのの話題を出したら娘の方が10人ぐらい中国のその有名なモデルとか俳優の名前バババッと言って、あそう、びっくりみたいなね、そんなのありますから。いやこれは今おっしゃる通りだなと思うんですけども、あとね地方の子供が要するになんか YouTube で学んだっていうことで、これね学校教育に変わっていくかもな。そうですね、要するにね学校はね、あとはね要するにその資格を出すっていうか検定をもうできてるんですねっていうことだけでいいぐらいの話になっていく未来あるかもしれないなと思います ね。AI だとかそういうのが進んでいって、教育の、ね、あり方自体も変わってくる可能性があるんです ね。新しい時代の新しい親子関係教育、今週は教育評論家の小木直樹さんに未来への提言を伺いました。日本放送 NET brings you the focus。Thank you for working hard today. Nippon Hoso Net brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The focus.時刻は8時7分です。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス、コメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。今日最後のニュースフォーカスこちらです。ニュースフォーカス。中国明日から春節で7連休。日本時間の明日金曜日から中国の旧正月春節の連休が始まります。今年は来週木曜日までの7連休です。この期間に延べ30億人が移動し、中国から日本を訪れる観光客はおよそ72万人になると言われています。新型コロナウイルスによる肺炎発症が影を落とす中、春節の消費は今年2020年の中国景気を占う材料となります。まあね、新型肺炎のことばかりにちょっと目がいってますけれども、春節、旧暦の正月ということで、これ時期なんか毎年違うんですよね。毎年違うんですよね。大体なんか1月の下旬から2月の初めぐらいですか。そうですね、大体その範囲ですね。で、連休が明日から始まるってことですか。いや、も
と前から、これ、さみだれ式に始まってましてね、うん、組織や会社によっても全然違っていて、そうなんだ、実はですね、まあ、大体いつも前後1ヶ月ぐらい、わさわさになります。あ、うん、だから、もう2週間ぐらい前からですね、うん、十分わさわさしてます。あ、じゃあ集中的に、うん、まあ明日からがまあ一番ピークかもしれないけども、もう1ヶ月ぐらいはもうこの民族大移動っていうのは始まってると。じゃあその30億人っていうのはもうその1ヶ月くらいの間を言ってるわけですか。そうです。だから臨時列車なんかもう2週間ぐらい前から出してます、ね、特別ダイヤでやってます、うん。この旧正月春節というのは中国の人たちは何かすることがあるんですか。まあ大宴会。あ、宴会、うん。で例えばですね、うん、こう正月をなんか、うまく過ごせるかどうかっていうのは1年の中で一番重要で、うん、その前にお金がないとすごく悲しい思いするんですよ。まあ、それはそうですね。その、まず、金ないとやだよね。そう、まずね、ものすごい、こう、お土産を、出稼ぎの人は特にそうですけど、持ってくんですよ。うん。うん、で、毎日宴会やりますから。そのお金を、宴会する、やるお金って、まあ何人も呼びますんでね。うんうんうん、それがないとまた悲しむし、うん。だからそういう意味ではもう、なんていうか、もう必死になるんですね。だからここに集中してお金を使う。あ、うん、じゃあ本当に消費のシーズン であるわけなんですね。だからまあアメリカのクリスマス商戦を超えるぐらいの話かもしれないですね。だから出稼ぎ労働者なんかは日曜日も取らずにここにダンと休むっていう人もいますよ。あ、それまで働いて働き続けて。ああ、うん、そうなんだ、ね。だからそのぐらい重要な休みなんで、ここに休みをあげなかったりするともうあれだし、例えば賃金未払いがこの前に起きたりするともう大変なことになる。でこの感じお店とかはどうなるんですか。宴会は夜とかやってないとかってますね。働いてる人いるわけだ、うん、います、います。だからそれはもうそれぞれでね、うん、うん、後でまあ正月過ごすっていう人もいますし、うん、だけど大体まあなんか普通の仕事してる人たちはもうみんなお店屋さんとかじゃないのはもうみんなあれしますね。で例えばデパートなんかもここで売らないと。あ、そうか、デパートなんかも、うん、だからもう、だから、消費に絡む人たちは仕事するんじゃないですかね。ああ、なるほどね、うん。で、交通機関はさっき言ったようにも臨時ダイヤを出したり。出して、うん。で、なんか日本がなんか一番のね、人気の観光地で何、今年は72万人来るらしいですね。うん、何でもそうになってますね。で、2番目はタイですよね。あ、日本、タイ。うん、で韓国もあって。でまあ香港なんかは今行けないですから。あ、そうかそうか、うん、嫌われてますしね。だからまあそういうのが昔はすごく香港も行ったんですけどね、うん、まあ、だからそういうところではまあタイとか、うんうん、これはもうなんかおめで作りですよね。で国内 そのいろんな観光地に行くものすごく行きますね。だから、まあ、毎年ニュースになるのは終わった後にものすごいゴミの山ができてたりね。そういうニュースが結構あるんですけど、まあ、なんか最近だんだん良くなってきてっていうのはありますね。じゃあ本当にこの春節の時期が今年の中国景気を占うっていうのはまさにそういう感じなんですね。そうですね、ありますね、大きいですね。なんか今年は GDP がなんか6.1% 成長ぐらいで、そうですね、だいぶ下がってくるんじゃないかって言われてますけどもね。そうですね、まあ、これはなんかもともとなんか新状態って言い始めた頃からのトレンドだと思いますけどね。これはもう時期が来れば下がるっていうものと、まあ、要するにちょっとリーマンショック後にですね、大きな投資をしちゃったその後遺症があるんで、だんだん落ちていくという、まあ、緩やかに落ちていくんじゃないですかね。で日本に来る観光客たちはどうなんですか。最近の買い物の傾向、昔爆買いなんて言われましたけどね、うん、これはね、要するに、まあ、富裕層とそうでない人たちとちょっと違うんですけど、富裕層は相変わらずそのあれエステ行ったり、あともう美容整形の方に行ったりとか、あとブランド品買ったりとかね、そういうことやったりで、まあ個人旅行の方にシフトしてますよね。で大きな流れとしてはやっぱりその元々はそのなんか薬とか、うんうんうん、お菓子とか、ね、家電っていうんですけど、まあ、家電あんまりなくなってきて、で今はその薬だけど、富裕層はもう自分で買う分は、個人代行って言って、
もうこっちにいる人たちに買って送ってもらう。そうなんだ。だからもう全然そのなんていうか自分で買わなくなりましたね。はあ、うん、そういう変化ができて、ね、起きてますね。この時間は中国、明日から春節の連休7連休というニュースについてフォーカスしました。日本放送 Net brings you the focus。時刻は8時15分です。日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日取り上げたニュースを振り返ります。外務省は新型コロナウイルスの肺炎が発生した中国武漢市の危険情報について、重要な要件ではない渡航の中止を促すレベル2に引き上げたと発表しました。それから国会は安倍総理大臣の施政方針演説などに対する各党の代表質問が参議院本会議でも行われました。そしてアメリカ議会上院の弾劾裁判、検察官役を務める野党民主党の下院議員団による冒頭陳述が始まりました。今日はこうしたニュースにフォーカスしてきました。今入った情報ですと、中国の新型肺炎拡大を受けて北朝鮮当局は中国在住者の入国や中国経由の入国を原則禁止する措置を取ったということです。まあ、北朝鮮これねやめだろうと言われていますが、 その通りです。からメールもいただいてまして、茨城県の時和太郎さん、43歳の男性、初めてメールさせていただきます。中国の新型ウイルスとても心配です。我々が住んでいる茨城県石岡市の近くに茨城空港があるのですが、中国各地へ飛んでおりますので対策はしていただいているとは思いますが、茨城県内にもウイルスが入ってこないことを祈るばかりですといただいてるんですね。そうですね、 まあ、まさに春節でね、中国の人がまあ、すでに入ってきているとおっしゃってますけれども、これから ね日本村の近くのさ、銀座なんかもね、多分この週末なんか相当来るんじゃない。まあ、もうすでにね、中国の家族連れの方なんかもたくさん、もう見えてると思いますけれど、我々もしっかり予防しないといけないですね。いや、本当そうですね。あとは本当に蔓延しないようにということを願うばかりでございますね。今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、日本放送をお聞きの方に明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップのお知らせです。明日のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。で、取り上げるニュースですが、その中国の武漢市で日本人が重い肺炎に、春節目前都市封鎖、それからイギリスが EU 離脱法案上院通過、今週中にも成立、こういったニュースを取り上げることになっております。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、明日朝6時からの生放送、ぜひこちらもお聞きになってください。そしてザ・フォーカスは、来週月曜日1月27日月曜日のコメンテーターは産経新聞客員論説委員の山本秀也さんをお迎えすることになっています。この時間のお相手は日本放送報道部解説委員の森田浩司と日本放送の増山さやかでした。